センサーを新調しました。縦置き V8 4.6。 さあ家路に向かってレッツゴー。よいしょ、こんな感じかな。はい、ガードを入れてください。さあ車を買ったら用意しましょう。何を用意すればいいんでしょうっていう、まあ私の場合はこれ営業車として乗るので、もう本国からですね消耗品をがっつりと注文します。で、持ってて怖くない商材じゃないな、消耗品、まあオイル交換するからオイルフィルターとかね、それからエアフィルターはまあ年1か2年に1回かっていう感じなんですけど、それとあとベルト類ね、それからあとはまあセンサー類、まあ O2 センサーとかね。で今回すごい調子悪かったんですよ。なんかノッキングというか緩い坂道でもカラ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 って言ったりとか、燃費が急に悪くなったりとかして、わーなんか調子悪いなーと思ったら、サービスエンジン数がポッとついたりとかね。で、まあ、今回主治医に見てもらったら O2 センサーじゃなくてエアフローセンサーじゃないかっていうことで変えてもらったら、まあ滑るように滑らかに走るようになりましたんで、まあ多分エアフローセンサーだなっていうのがまあ正解でしたけどね。でその他もろもろ私が買ったのはアイドリングセンサーとかね、それからあとは点火系、プラグワイヤー、それからコイルがねまだ来ねえんだな。でまあちょっと足がきしんでるので、そろそろ物種類を一通り揃えようかなと思ってるんですけど、なるべくだったらお金に余裕があるんであればまとめて買っちゃった方がいいですよね。オイルフィルターも5個とか10個買っちゃったりとか、まあ長く乗るということを前提で。でベルトも今のっていうか、これもう25年落ちなんですけど、96年なので、まあベルトは1本タイプ、まあ車検前に1回取り替えればいいかなという感じなんですけど、毎日まあプーリーとかガタが来てベルトがねふにゃ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 ってなって切れる場合もあるんで、まあ確実に自分の家にストックは1本置いてあるという感じなんですけど、なのでそうするとなんかトラブルがあった時にストレスがないんですよね。その日か次の日には、まあ、交換できるものであればできちゃうので。でこれまたフォード系だとアメ車屋さんにパーツがない場合が多々あるんですよ。なので私はめんどくさいんで一気にワッサーって買っても1000ドルいかないんで、で何か1個2個買って送料が40ドルとかかかるんだったら、ワッサーって買って5、60ドルで送料でまとめた方が全然お得なんですよね。でなおかつ日本のまあヤフーオクとかアマゾンとかで買うよりも全然安いんで、買っておくことをおすすめします。そんでまあ当分使わないよねっていうようなベルトも、例えば車を買ってベルトが全然新品がついてたら、ベルトは必要なかったか、まあじゃあヤフオクで出しとこうと思うと、結構実はアメリカから買った金額よりも結構美味しい値段で売れたりするわけですよ。なので
まあ余裕がある方は買っといた方がいいと思いますね。余裕なくて、なく、例えばベルトが切れました、で車屋さん行きました、ベルトがありませんで、そうするとなんか1週間2週間待ちとか、下手すんと、いやアメリカ本国から注文しなきゃいけないんで1ヶ月待っててくださいってなると、代車を出してくれない車屋さんだと、もうそれこそもうストレスよりもまず通勤ができないとか、買い物が行けないとか、そんな本当に困っちゃうんですよね、ストレスだけじゃなくて。まあ私の場合はもう二十歳ぐらいからずっとアメ車なんで、国産乗るのがストレスでもう嫌なんですね。しかも右半慣れてないんで、すごく嫌なんですよ。なので、まあ結構うちの主治医がですね、夜型なので、家に帰って、家に置いとくけん、じゃあちょっと頼むよって言うと夜中やってくれたりとかするんですよね。で午前中か午後1ぐらいで起きたら車が出来上がってたみたいなね。なのでそんなんで、パーツはある程度揃えておいた方がいいと思います。あとまあセンサー類とかもね、 O2 センサーがダメで、まあ止まんなければ、まあ O2 センサー来るまで無理にね、乗っててもいいと思うんですけど、やっぱね、ストレスなく乗りたいじゃないですか。燃費も全然悪くなっちゃうし、O2センサーとかね。今回エアフローがダメでリッター5ぐらいでちょっとの間走ってたんですけど、まあ坂道とかがすごくストレスでしたよね。カラ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 っつって、なかなかね進まなくて。なのでまあいろいろパーツはアメリカからごそっともう買っといた方がいいです。でお金がないからって言って買わないと、余計に壊れた時にストレスが溜まりますんで、まあ早い話、お金のない人は車に乗るなという極論になってしまうんですけど、だとりあえずパーツはね、あった方がよろしいかと思います。そんなとこかな。車を買ったらパーツは車屋さん任せで、その車屋さんにストックがあればいいんですけど、ないときはもう自分で持ってた方がいいですね。まあなので私の、まあ、これは新しいといっても26、5年落ちなんですけど、他の車が全部50年代60年代とかの車なんで、まあエンジン乗せ替えるとなった時には全部シボレーのスモールブロックにしちゃうんですよね。パーツが共通なので、せいぜいそうだな、 V ベルトなんかはその辺のディーラーとか、あとトラックパーツ屋さんとかに行くと国産のその V ベルトも売ってるんで、あとプラグとプラグワイヤーと、まああとはなんかデスビとかね、それからウォーターポンプ、それぐらい。あと今ホース類なんかみんなフレキの金属のやつがあるんで、それをグニュ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 ってやればできるんで、でまああとオイル、水系、もうシボレ350っていうか、まあ私が使ってるのはサンダーバードは327だったかな、でリンカーンが350なので、まあほぼほぼ共通なんですよね。90% ぐらい共通なので、パーツに困らない。万一なかったとしても日本の国内でネットでそこそこ安く買えるので、昔みたいに高くはないんで、まあ、それでもアメリカからパーツ寄せといた方が全然安いんで、ストックを持ってることをおすすめします。まあそんな感じですかね。車を買ったらまず用意しておくもの、そんな、今回はそんな感じでした。よいしょ、ギシギシ言ってるけど、ちょっとそろそろ物資も買い時ですということです。じゃあねー。